みなさんこんにちは。今回は単語の言葉遊びです。四角に文字を入れて、このように赤い枠、緑の枠で完成する2つの単語を作ってください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はこうでした。赤い枠はあんこ、緑の枠はコアラとなりました。このようにマスの中に共通する文字を入れて単語を完成させてください。答えが複数見つかった場合はぜひコメントにて教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は夫でした。楽譜、夫婦となりましたね。さあ、ここまでは頭の準備運動でしたよ。次からは難易度が上がります。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はたといでした。包帯、退院となりました。マスが2つになりましたが、正解できましたか？4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はぶとんでした。新聞、文通となりました。新聞は声に出して読むことも脳トレになります。スピードを上げて読むことも効果的だそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はだとちでした。逆立ち、ダチョウとなりましたね。正解できましたか？
共通するひらがなを考えるのは頭を使いますね。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかとつでした。とんかつ、かつお節となりましたね。2つの言葉を作るのは想像力や集中力を鍛える効果がありますよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は外くでした。ろうそく、速報となりましたよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はまとんでした。あんまん、マントとなりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は、みとじでした。もみじ、みじんことなりました。左の単語が1文字だと難易度が上がりますね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はいとんでした。ワイン、インコとなりました。他にも別解があるかもしれませんね。最後におまけ問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。
答えはコメント欄でお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種の様々なノートレプリントが無料でダウンロードできますのでホームページをチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。